今日は4ビートウォーキングベースライン、ジャズスタンダードのオールオンミーという曲を取り上げて、2小節同じコードが続いた場合にどのように対処していったらいいのかという少し発展系の話をしていこうかなと思っております。はい、どうもでーす。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ですね、今日は4ビートの話をしようということなんですけど、まあ、早速ね、本題に入っていこうかと思うんですけども、前回ですね、オールオンミーを取り上げて、2小節、同じコードが続くときに、どういう風な感じでやっていくといいよという風な話を具体的にやってみました。前回の動画上に上げとくので、もしよかったら見てみてください。で、まあ、その時の話はですね、まあ、今までやってきた、応用みたいな感じでね、特にそのオールオンミーに使えれるような時であったりとか、2小節続くとは言っても、よくよくばらしていくと、別の見方というかね、今までやってきたような方法の見方でも見れますよねっていう風な話について触れてきました。で、そもそも今までやってきた内容って何なんぞやというと、この4ビートを作ろうというふうなものっていうのは、今まで何回も話しております。で、そのね、リスト上にカードを上げておきますね。なので、今日は少し、応用したような感じで、踏み込んだ話をしていきます。なので、もう結構ね、いろいろ4ビートを自由に弾けれるんやけど、新たなアイディアなんかないかなと思って探されてる方とかだと、もしかしたらね、お役に立てれるような話できるかもわかんないですけども、これからね、4ビートをやっていこうとかね、今までやと書き譜でやってたけども、タブ譜なんかでやってたけど、やっぱりコード譜でやっていかないと、ちょっとこれはもうね、普通にセッションできないなというふうに思った方、もしくは感づいた方ね、とかがもしかしたら初めて見られている方とかもいるかもわかんないですけど、そういう方にとってはちょっとね、より発展したような話になりますので、ちょっと厳しいかなというふうに思いますのと、やっぱりその部分的にしか使えない部分の考え方を今日は話していきますので、まあ、もちろんね、最終的にはそれを使って応用して皆さん考えてもらいたいんですけども、なので、初期の段階からね、勉強できるようにっていうのが、今さっき出しましたっけか。まあ、上のね、もし出しなかったらここに出しておきます。ホビートの全部のリストみたいな感じで出てますので、もしよかったらそちらも見てみてください。そして、まあね、前回ちょっとね、話忘れたので、ポロンとね、文字が出たと思うんですけども、今日ね、やっていくような話とかっていうのと、今までのね、このリストの出てくるような、できてるような話っていうのは、教材にもまとめてあります。なので、下の、ところで説明欄に、URL ですね。教材の PDF が、販売、買えれるようなところの、サイトの、ノートというサイトの URL が貼ってありますので、もしね、今日動画見てよかったなと思っていただいた方、何かこう、ね、勉強の、なんか手口としていい感じじゃないかというふうに思っていただけた方は、もしよかったらね、下から資料も買っていただけると嬉しいなと思っております。そしてね、まあ、今日ね、そうやって初めて来られた方、もちろんね、4ビートもすごく、作っていくのも大事なんですけど、やっぱりね、根本的にこう、指板の音を覚えていくとか、あと、まあ、4ビートはね、4つとかのリズムだったり、まあ、もちろんアクセントを変えたりすると、いろんなアクセントをつけたりはするんですけど、リズムとしてはね、最初4つ弾いていくって考えたらシンプルな部類だとは思うんですけど、もちろんね、ジャズをやる人っていうのは、8ビートとかっていうのもね、やっぱ必要になってくることっていうのも多いと思います。そもそもですね、ボサノバという風なものは、やっぱり8ビートの一種でありますし、ジャズをやってる中でね、演奏していく中で、ちょっとね、ビートルズの曲もやりたいんだよね、みたいな話とかっていうのも、まあ、しばしば出てくる、よく聞く話だと思いますので、もしよかったらね、リズムとかっていうのもね、取り上げて練習してますので、もしよかったらね、他のね、動画も見ていただけると嬉しいなと思ってます。で、全部のリストはね、上に出しておきます。で、そこでね、ベースにまつわる細かい話だったり、理論の話とかもしてますので、興味がある方はね、何卒よろしくお願いします。で、チャンネル登録とかね、まだお済みでない方、今日初めて見られた方ね、面白かったなと思っていただけたら、何卒チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、よかったなとか、役に立ったなと思っていただいた方は、グッドボタンもお願いいたします。そんな感じでね、今日はサクサク、もうこのまま中身に抜けていこうと思います。今日もいつも通りね、オールオンミーのコード進行譜を出してですね、解説していこうと思います。では今日も行ってみましょう。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。よろしくお願いいたします。今日もね、いつも通りこう楽器を持ってやっていくんですけども、もしかしたらね、今日4ビートということなので、
コントラバスね、やられてる方とかも見られてるかもわかんないですけど、ひとまずね、今日はエレキベースで説明していきます。しかしですね、全く同じ方法で、コントラバスで全然弾けますので、僕ね、コントラバス弾いてる、仕事では弾いてることが非常に多いので、コントラバスでもね、そのまま、応用できるような話をしてますので、ご自身のね、コントラバス楽器に置き換えて、応用してやっててあげてください。ではですね、いつも通り、コード進行の譜面から出していきたいなと思います。出してみます。はい。出てきました。いつも通りですね、この間も出てきたような感じで、上2段だけ、オールオブミーの上2段だけ出しています。全部で8小節という感じですね。で、今回取り上げていくものっていうのは、まあ、2小節続く場合、どのような感じで、やってってあげたらいいのかというふうな話について触れていきます。で、まあね、今さっきも話しましたけど、初めて見られた方っていうのはね、僕、オールミーからね、説明することが多いんですけども、それはなぜかと言ったら、やっぱり2小節停滞するから、コードトーンとかでね、最初弾いていくような練習をしてもらうんですけども、まあ、停滞してる分楽なわけですよね。パッパッパッパ変わんなくていいからっていうのがあると思うんですけど、しかし、こう、そのコード進行がね、ちょいちょい変わるのに慣れてくると、こう逆にこのようにステイしてる場合っていうのが難しく感じるわけですね。じゃあどうするのかという話なんですけど、まあ、これね、しばらく前のその4ビートの時の、Take the Train の時にも話したことと同じような感じになるんですけども、まあ、コード進行がね、ちょっと違うので、今日は具体的にそれを取り上げてね、考えていこうかなというふうに思ってます。で、その時にも説明しましたけども、ちょっと下に出してみましょうかね。ほい。出てきました。2小節同じコードが続く場合は、このようなベースラインを弾いてみてあげてくださいというふうに書いてあります。具体的に見ていきますと、一番最初のコード進行 C メジャー7 C メジャー7、ここですでにもう2小節続いてますよね。なのでまずここから取り上げていこうと思うんですけども、2小節あると、まあで C からスタートするんですけど、まあ下のところにね書いてあるような感じだと、まあ1度3度4度4度シャープ、そして次の小節の C メジャー7の頭を C から見た5度の図ですね。こっからアプローチしていってくださいと。つまり5度に到達していくようなベースラインを弾いてくださいというふうに書いてあります。ちなみに、Take the Train の時にも少し話しましたけど、正直ちょっとないなと思うベースラインは、まあ、ドレミファソラシですよね。まあ、スケール的には合ってるんですよ。キーも C メジャーキーですし、C メジャー7というコードで、ドレミファソといえばですね、ちょうど4つの音でもハマるんですけども、このようにね、スケールが合ってるから、こう、ベースラインとして気持ちいいかというと、そうでもないところもあるわけですよね。で、まあ、具体的にこう考えていくと、こう、半音でこうアプローチしていくと、非常に、ドレミファソを弾くよりも、ジャズっぽいベースラインになるんじゃないかなというふうに思います。これもね、実を言うと、理由があるんですよね。昨日というか前回話したように、その、前回話したのはね、この E7 の時の B の音について触れたんですけど、単純に5度という感じではなくてですね、また次のルートに戻るための5度の、その前のセブンスみたいな感じのニュアンスが入ってくるんですよっていう説明をしたと思うんですけども、まあ、今回もね、その最後 G に到達させるためにね、この F シャープの音を弾いてるっていうのは、まあ、実は言うと少しその前に D7 っぽいものをベースラインで匂わせてるんじゃないかなというふうに僕は思っております。まあ、D7 の3度のとかね、F シャープになると思うんで。で、ちなみにね、このように、まあ、僕が説明していく中で、こう、ああ、そこのラインがそうなんか、あ、それだからそういう風に感じられるんやっていうのは、やっぱりこの指板上の音が分かってるとか、理論的な、スケールの話とかもね、この間しましたけども、スケールの話だけ勉強して分かれば弾けるかったら、そういうもんでもないんですけども、やっぱり説明をしていく中で、やっぱそういうのを理解してた方の方が、分かりやすいですし、話を、なんていうか、こう、発展しやすく、自分が考えるときも発展しやすくなると思うので、もしよかったらね、上に、ダイアトニックスケールとかコードとかの話もしてますので、そちらもよかったら見てみてあげてください。一風変わった感じでね、最初の方の話はね、一緒のような話しますけど、あ、ちなみにもう一個出しておきます。ダイアトニックスケールを弾こうみたいな感じでの回もありますのでね。で、そういうふうなところでね、だんだんこう、詰めてきますと、ちょっとね、まあ、話してる結論としては一緒なんですけどね、ちょっとこう違う切り口で話してるんで、よかったらそれも見てみてください。で、まあちょっと話がそれましたけど、まあ1度3度4度4度シャープ5度と、このような感じで進んでいくというふうな感じになってます。まあ、このラインを使ってみてくださいというふうな感じで説明してます。
じゃあこっからが問題なわけですよね。じゃあその次 G の音からまあ E のルート音に持ってきたいわけですよね。じゃあこれどうしたらいいのかなというふうに考えます。で、僕もねこれ、今撮りながらね考えながら話してるんですけど、前もって用意しとけよって話なんですけど、まず一つね、思い立っているものがあります。それは何かと言いますと、具体的に音を言っていきます。 G、G、F シャープ、F、E、 この音だったらどうかなというふうに今思っております。まあ、具体的にちょっと弾いてみましょう。ちょっとゆっくり弾いてみましょうかね。120くらいにしましょうか。メトロノームで鳴らしていきますね。 1、2、3、4。まあ E7 のところまで少し弾きましたけど、このようなラインになります。でこれ結構弾けいいんじゃないかなと思います。こういうラインですね。で、まあこのね、G の音を2つダブらせましたけども、このようにね音を2つダブらせるのを嫌がるベーシストさんも実際存在しております。でまあね、それはちょっと好みの問題なのでね、違う感じでやりたいなと思ったら違う感じでやってもらったらいいかなと思いますし、まあこれも一つのね、音をダブらせるというのもね、今までの歴史的なベーシストさんたちも、そういうアプローチでもいっぱい弾かれてますので、まあ一つの方法としてね捉えていただけたらいいかなと思います。で、まあもう一度弾いてみますね。で E に行くわけですね。まあこっから次どうすんのかっていうのはありますけどね、まあ同じくアプローチするっていう方法もありますね。で、まあこう 今さっきの音も一つあるわけですよね。でもちろんこれ、今さっき最初 C5 度上がってきましたけど、例えばこう C から3度下の E がすぐ横地の弦にあると思いますので、でというふうにアプローチすることもできますね。でこのオクターブを変えるだけでだいぶその雰囲気が変わってくるので、自分の持ち駒は少ないなと思わずに、それをオクターブいろいろ考えてあげてみてください。そうすると同じ音の流れのベースラインでもオクターブの方向が変わってくると雰囲気がだいぶ変わってくるので、それもねご自身のそのベースラインの、バリエーションをつける手立ての一つになりますので、あんまりねいろんなことばっか考えるわけでもなく、オクターブ域を変えていくっていうのも一つ考えの中に入れてあげるといいんじゃないかなと思います。で、まあ具体的に同じですね。ただまあ E の開放弦からいくと結構大変ですよね。とか昨日話した流れですね。 E のコードトーンを弾いてみたいなアプローチでしていくと続きはいけれるんじゃないかなと思います。で、まあもう一度ちょっと下のラインもやっていきたいなと思います。120でやってみましょうか。1、2、3、4。どうもです。どうだったでしょうかね。まあ、同じ音ダブってますけど、よく聞くようなベースラインやったんちゃうかなと思います。で、まあ、じゃんじゃん行こうかと思うんですけど、せっかくなんでね、もう一個同じところで、C メジャー7、C メジャー7、E7 のところで、同じ考えをちょっとやってみたいなと思うんですけど、まあ、最初は G に行くのは一緒と考えますね。そして、次 E に向かっていくの、どうしたらいいのかっていうことを考えたいんですけど、これ使えますね。今僕ちょっとパッと考えてやったんですけど、結構上の方のアプローチになりますけど、もう一回弾いていきます。まあ1度3度4度4度シャープで5度から弾いていきます。で、この時にもう一オクターブ上に上がっていくんですけど、1、3で5で、この5の音が D の音になるので、半音アプローチで、E の音になる。そうですね、ちょっと出し忘れてましたね。これ横中出します。ほい、出てきました。この資料がね、下で販売しているものから抜粋しているものなんですけど、今の考えの元っていうのは何を考えているかというと、その5度から向かって次のルートに行くためのアプローチをどうやって考えようかなというふうに考えております。なので、例えば一番最初のやつ でしたら、まあ、G の音から E に行くためには G の音から
E の音に行くためには、もう2個しかないので、ここをダブらして半音ずつ。書いてある通りですね。半音アプローチでしていくというふうな流れになってますし、今の感じだと C から行って3度の音。で、半音アプローチしてるんですけど、この D の音っていうのは、半音アプローチしている、半音アプローチをしているっていうのもありつつ、この D の音は、コードトーンではないんですね。そうですね、C のコードトーン弾いた後半音アプローチをしてるみたいな感じですね。で、もともと C の音なので、まあ2度の音から半音ずつアプローチしてるっていう感じですね。まあ流れ的には 13G の135みたいな感じで見えるので、まあその辺も綺麗に流れている要因だと思いますね。まあよかったら使ってみてください。ちょっとそれを弾いてみますね。1,2,3,4。みたいな感じですね。例えばそれも、そうですね、全く今さっきと同じようにオクターブ域下げてやってあげることもできますね。弾いてみます。1,2,3,4。今 A7 のところまで来ましたけど、今さっきのやってた C の説明を全く1オクターブ下げた感じですね。ルートの音から3度、4度、4度シャープのやつをやって、次5度からアプローチして、5度の3度というよりも、C から見るとメジャー7の音で半音アプローチ、最後半音アプローチで E にいってるっていう感じですね。全く1オクターブ下げただけですね。で、もう一つこれ考えることができると思うんですけど、一番最初は上に上がっていって、で、次はオクターブ下げたものを使うっていうようなミックスの方法もありますね。ちょっとやってみます。 1,2,3,4。 このような感じでもできますね。なので、先にも話しましたけど、一つ取り上げたらオクターブを変えていくとどういう風な感じになるのかっていうので、バリエーションは変えれると思うので、まあその辺のことっていうのも加味して作ってあげてみてください。ベースベースベース。はい、どうもです。ではですね、別のところを取り上げていこうかなという風に思います。で、全部はねちょっと取り上げると時間的に、厳しいので、まあ、基本的にね、こういうふうな考えの応用でやっていくので、なんかね、質問コーナーというか、コメントでね、質問いただいた方もいたんですけども、もしね、これ、見られてる方がいたら、それありがとうございます。その人ぜひね、アプローチしてもらいたいなと思うんですけど、A トレインの時に、サビの F が4小節続く時ってどうしたらいいんですかっていう質問をいただいた方がいるんですけども、まあ、それも考え方は基本的に一緒ですね。コメントでは、きちんと、こういうふうに考えるといいんじゃないですかっていう感じでは、送ったんですけど、僕のね、答えが全てではないので、僕の、まあ、方法論みたいな話をね、参考にね、うまいこと応用して、ご自身のね、ベースラインを作っていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、まあ、そのね、A トレインのね、サビの4小節はまたちょっと取り上げてね、面白みがある話だと思うので、取り上げて具体的にやってみようかなと思うのでね、その人もしね、見られてたら、それまでの間にね、ご自身でね、応用して、今日の話なんかも含めてね、応用して、一度ベースラインをね、作って一遍書いてみといてください。で、僕はこういうふうなアプローチしてます、みたいな感じで、もしかしたらね、たまたま、その質問いただいた方と僕と同じベースライン考えてるかもわかんないのでね、そんな感じでやってみてあげてください。ではね、ちょっとコード進行をもう一回出してみたいなと思います。ほい。はい、出てきました。で、C メジャー7、C メジャー7、E7、E7 ということで、今は C メジャー2小節終わった後、どうアプローチするかってことを考えましたけど、次のね、E7、E7、A7 という風な流れをどうやってしていったらいいかという風な、考えを考えていこうかなと思っております。で、まあ、ここもね、同じく、今さっきと同じように、もう一回ね、下に出しましょうか。ほい。5度進行に、5度に行くアプローチですね。まあ、例えば E、ここの E からスタートしたとしましょう。まあ、5度の音ですね。B の音。で、こっからどうするのかというふうな考え方をやろうかなと思うんですけど、僕ね、よく使うベースラインで、なんですけども、よく使うのでね、それをちょっと紹介したいなと思うんですけど、ちょっと奇抜なベースラインではあるんですけども、同じく B の音まで行ったら、
まあ、ここの B の音って次の A、A7 行きたいとこって、まあ、全音下に下がってるだけなんですよね。なので僕はこういう時っていうのは、まあ、最初 B の音を弾いてますよね。そしたら1オクターブ下の B の音を弾いてあげる。そしてまた B、 こういうようなベースラインをよく使います。これってどうなんて、この B だけ1個すげえ離れてるやんって思うかもわかんないですけど、まあ、これ具体的に E の5度の音なんでね、まあ結構意外とサウンドするし、しかもねこの5音って1個点を入れてあげるのが結構かっこよかったりするんですよね。ちょっと具体的に弾いてみますね。そこだけ1,2,3,4 というように流れています。結構かっこいいと僕は思ってるんですけど、僕大好きなね、クリスチャン・マクブライド大先生もね、なんかそういう風な、結構ね、ガカンと音をね、意図的に、上げたり下げたりするようなことっていうのもね、アプローチをよくしてたりします。なのでね、多分そういうのにすごく影響を受けて僕、まあやってるんですけど、まあよく使ってるなっていう感じに思います。これが面白いところは結構いろんなところで使えます。例えば E がここに行ってしまったとしたら、こうですね、ここって非常に操作しにくいと思うんですよね。その後の処理がしにくいと思うんですけど、というような感じでここでもアプローチすることができますね。でもしそうですね、そうですね、まあそういうふうなアプローチもあるというふうな感じで、よかったら使ってみてあげてください。ベースベースベース、はい、ではね、もう一個ぐらいちょっと同じところでね、例を出してみようかと思うんですけど、コード進行だけもう一回出しますね。はい。今さっきと同じ、E7E7A7 のところの流れを考えていこうと思うんですけど、今さっきはね、こっち上に行ったので、もちろんね、今まで話したみたいに、今さっきのもうオクターブ変えることが可能かもわかんないので、それも探ってあげてください。で、こっち今上で行ったので、今からは E7 のところを下の B に下がっていきます。具体的にルート3度。4度シャープ5度ですね。ここまで来ました。で次 A7 なんですけど、まあ同じくね、ここの B から A ここにもあるので、今さっきと同じようなアプローチもできると思うんですけど、今度はここの B からここの A ですね。ここの B からここの A にアプローチしていきたいなと思います。でこれはちょっと応用編なんですけど、具体的なラインをゆっくり弾いてみますね。で、A に行きます。これ何をしたかというと、具体的には話しますと、ルートの音から3度、4度、4度シャープ、5度まで行ってますね。ここまで一緒だと思います。そしたら次は、具体的な音を言ってきますと、B、D、E、それから G シャープの音を弾いて、A の音を言ってます。これ何をやったかというと、まあ、その E7 の音のアプローチから考えていくと、5度、それからセブンスの音、ルート3度の音。まあ、コードトーンで弾いているだけやんけ、というふうにも捉えられると思うんですけど、この時にはもう完全に、ベースラインの考え方としては意図的に、この E7 という、最初の E7 というものを B に持っていって、この E7 というものを Bm-E7 というふうな感じを想定したベースラインになっています。具体的に、Bm だと考えると B のルート3度、フラット3度ですね。で、E7 のルートの音、3度の音になっているという感じになりますね。で、これは、考え方なんですけど、A7、ドミナントしている A7。ドミナントって何なのかというと、陽動進行している A7 ですね。今回の場合、E7 から A7 に向かっていく、この陽動進行している時の、陽動進行している時のセブンスというものは、ドミナント7と言われて、すごく力のある、A7 に行きたい、力のあるものなんですよね。そういう時っていうのは、この E7 を、2-5 か、これを5度と考えて、A が1度と考えてですね、5度と考えて、そうすると A の2度っていうのは B の音になるので、2-5 かで、2°-7、5°-7みたいな、イメージで弾いていくことっていうのはよくあります。なので、この辺のラインも使うことができますね。まあ、これもちょっとうまいこと、応用して、取り入れてあげてください。ちょっとゆっくり弾いてみますね。120で弾いてみましょうか。1,2,3,4。こんな感じになりますね。ベースベースベース。
その後どうすんのやというふうな話を、される人もいるかもわかんないですけど、もうこの後は、応用でうまいこと、考えてやってみてあげてください。僕のベースラインが今さっき言ったように全てではないので、皆さんのね、考えで応用してやっていってもらいたいんですけど、一つ考え方としては、例えば、次 A7 を弾いて、まあ、5度行って E の音ですね。次 D の音なので、そうするとこの今さっきの E7A っていうアプローチと、流れはね、5度から次のルートの流れは同じような感じになるので、今さっきのような考え方の応用で、十分いけるんじゃないかなと思います。なので、まあ、ポイントとしては、まあ、3種ぐらい、各々のところで作って、書き出してみてあげてください。で、僕が一応おすすめしてるのは、例えば32小節こう出して、コード進行だけ出して、全部ワンコーラス書くのではなく、書くのではなくですよ。その流れの一部分だけ取り出してあげる。例えば、E7 からスタートして、次 A7 の頭まで。3小節間でだけですね。3小節間というか2小節間で3小節目の頭 A7 行くまでのベースラインを考えてあげるみたいな感じではめ込んでいってあげてください。そしてあれですね、コードトーンとか、スッとできるものの中に一部分ずつ入れてってあげるっていうような流れでやってて慣れてってあげると、4ビートの応用がしやすいんじゃないかなというふうに思います。まあそんな感じでね、今日はこの辺にてね、話を終わろうかと思います。決してね、簡単なことではないので、これだけやったらパッとできるというわけでもないかもわかんないので、まあ地道にいろんなことを考えて書き出してあげたりとか、いろいろそれを弾いてあげたりとか、いろいろして、うまいことやってあげてください。まあそんな感じで、今日も本当にありがとうございました。もしね、よかったなと思っていただいた方、チャンネル登録も何卒よろしくお願いいたします。ではまた皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。